こうやって入れていきましょう。一口大ぐらい、ね、そうあの粉がとろみをつけてくれるんですよ。ふわっとねしますね。あ、すごい緑が。耳で楽しむ美味しいスープレシピ、アウトドア特別編。ここからは後編をお届けします。ゲストに料理家の今井亮さんをお迎えして、アウトドアでも楽しめるレシピをご紹介しています。今井さん、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。でも後半は、はい、スペシャルな有賀さんのスープがいただけるということで、はい、楽しみです。はい、私のターンということですね、はい。前半では今井さんの麻婆豆腐をご紹介しました。でもものすごく美味しかったです。ありがとうございます。で、はい、で今回私がご紹介するのは、トマトと卵の中華風すいとんスープです。これはですね、中国の北京のちょっと西側ぐらいにある、郷土料理で、ガーダタンっていう名前のスープなんですね。今井さん、はい、中華お詳しいので、はい、もしかしてご存知。スイトンで小麦がね。そうです北京なので。そうなんです。あの小麦粉を使って、はい、本当に簡単な麺というか本当にスイトンですね、はい、を作って作るあのクイックレシピなんですね、はい。でまあさっき前編みたいなその麻婆豆腐のような割としっかりしたお料理があるときに、片手間でちょちょっとこう作れるようなレシピということで考えました。じゃあレシピをちょっと簡単に説明していきますね。まずは材料です。小麦粉、薄力粉を使います。 150g、水60から70ミリリットル、トマト、1パック、これミニトマト、とかあとその、まあ、大きさによって大きなトマトでも構いません、卵2個、鶏ガラスープの素小さじ1、塩小さじ1弱、ごま油少々、水1200ミリリットル、あれば青ネギとかあるいはパクチーとかそんなものがあってもいいですね。作り方を簡単に説明しますね。お湯を沸かした鍋にざく切りのトマトとスープの素、そして塩を加えて煮ます。小麦粉をボウルに入れて水を加え、ホロホロになるようにお箸で混ぜます。混ぜたものをお鍋に入れて、浮かんできたら溶き卵を流し入れます。味を見て、塩コショウで調節します。最後にごま油を回し入れて出来上がりです。お好みで青ネギを散らしてもいいんですが、今日はちょっとパクチーがあったので、使ってみたいと思います。もう本当に簡単な、もうすごいシンプルな材料で、はい。でこの、そうなんですよ。このガーダタンっていう料理は、はい、あの小麦粉でその作るスイトンが入れば、スープの方はどんなものでもいいんですね。で今日は本当にミニマルというか、はい、あの簡単にできるものをご紹介していますが、バーベキューなんかでいろんな材料があったら、はい、そういうものをね、お肉とか入れてもらってもいいですし、キノコなんかね入ってもいいと思います、はい。じゃあ早速作っていきたいと思います、はい。楽しみです。もうすごい簡単です。めちゃめちゃシンプルですねそうなんですよね。材料もシンプルだけど、はい、作り方もめちゃめちゃ簡単です。お湯を最初に沸かしましょうね、はい。1200ミリリットルですね、はい。お湯をここに今水が入っているので、これを沸かしておきます。で、はい、まず最初に切るのがトマトですね。トマト今日はね中玉のトマトなので、1、2、3、4、5個か5個なんですけど、はい、あのこれ大きなトマトだったら1個でもいいし、ちっちゃなミニトマトだったら、まあ、ちっちゃな1パックぐらいあったらいいかなと思います。でこれあのこうやって切っていきます。一口大ぐらい、ね、そう、はい。それでもう切ったそばからもうどんどん入れちゃう。すごいですね入れちゃいましょう。もうワイルドにね外なので、結構こうほらまな板とかもちっちゃかったりするじゃないですか。そうですね、場所がだから、そう場所をね、うん、あの取らないようにして、うん、どんどん切ったら入れる。そうですね、あの上級者だったら本当にまな板使わないでお鍋の上で、確かにこうやってぼちゃぼちゃ、そうですね、入れちゃってもいいと思いますね。今日はちょっとこうやって入れていきましょう。トマトからお出汁が、そうなんですよ、ね、トマトがね意外と旨味があるから、入れないレシピもあるんですけど、うん、まあ、今日はちょっと入れるレシピで、はい、たいと思います。さあ切り物はねもう本当にこれぐらいですね、はい。でじゃあこの鍋の中にちょっとだけ調味していきましょうか、はい。で今日トマトは入ってるんですけど、ちょっとやっぱお出汁が足りないので、鶏ガラスープ、まあ、小さじ1から2ぐらいですね。最初ちょっと少なめに入れておきます。でこれは本当にお肉とかもし鶏とかあったら鶏入れれば別に、はい、あのスープの素なんか全然使わなくていいですし、もし他に逆にトマトも何もないっていうんだったら、うん、もうちょっといっぱい入れて、あのそれだけでも全然 OK です。
それから、塩が小さじ1弱ぐらいかな。これも、まあでもここだけで大体味が決まるので、ちょっと少ししっかりめに味をつけておきましょう。ということで、これでちょっとコトコトと煮ていきますね。あ、粉が出てきました。そう、粉。それで次粉が出てきました。これ 150g の小麦粉、薄力粉です。で、これがこのガーダタンっていうあの料理の最大の特徴なんですけど、こねたりは全然しないんですね。こねたりしないで、ほんのちょっとのお水、ちょっと足りなかったので追加するかもしれないけど、これをちょっとずつこう入れていきます。で、こうやってお箸で混ぜながら、で最大気をつけなきゃいけないのは、とにかく混ぜすぎないっていうことなんです。なぜかっていうと、混ぜすぎると全部一塊になってしまうんですね。でフレークみたいな感じにしたいです。フレーク状、ホロホロにしたいんです。あえてダマを作るって感じですか。そうです。なるほど。それガーダってダマのことなんですよ、ね、なのでナイスフォローです。あの普通の水筒だとやっぱこねて、そうですね、それをポトポトってこうやって入れていきますよね、はい、だけど途中で止めちゃうと、そうそう、今これもうちょっと、はい、あの少しボロボロってしてますよね。でこれもうちょっと水足して、足してはちょっとあの粉のところめがけてこうやって足して、またホロホロってやる。であの一回混ざってちょっとこうなんていうのかな、ボロボロな生地のボロ切れみたいになってるところはあまり触らないようにして、こうやってちょっとずつ水を混ぜて混ぜて、また粉のとこめがけてお水、そうです、混ぜるっていう感じなんです。そうです。なるほど。でこれさ、今全部入れたら、はい、なんかまだ粉っぽい感じするじゃないですか。もう普通の生地作るのは全然足らない感じですけど、そうでもね、いいんです。これでいいんですね。これでいいんです、でこの粉も全部鍋の中に入れちゃいます。入れちゃう、はい。だから今もうこうやってできてて、ちょっとほらこうやって手で持ち上げるとボロボロって感じになってるでしょ。で少し粉のとこもあるぐらいでいいんですかね。そうこのなんていうか本当にボロ切れですね。ボロ切れ、これは何と表現すればいいんでしょうね。もうダマをあえて作って、そういうことです。そんな料理なかなかないですね。そんな料理なかなかないです。ちょっともし固まっちゃってるところがあったら、はい、何だったらもう手でちょっとほぐすぐらいの感じでもいいですけど、まあ、とにかくあまり触りすぎないっていうことがすごい重要です。ラフですね。であとちょっとあのトマトを少し軽く潰すぐらい の、 あの感覚で鍋の中見ていきましょうか。トマトはじゃあ崩れてしまっても大丈夫、ちょっと潰すぐらいにした方が、なんだろう、スープ出て、ね、味が、ね、出ますね、味が出てね、はい、いいですよね。そしたら、まあ、火はずっと中火で大丈夫なんですけれども、さあここに、あ、ここにさっき作ったガーダを全部入れてしまいます、はい、もう一気に入れちゃうんですか。一気に入れちゃいます、ちょっと怖いぐらいでしょ、はい、麻婆では数回に分けて入れましたけど、入れましたけど片栗粉、あの固まってるところがあったらちょっと箸でほぐすような感じですね、はいはい、でもどんどんほぐれてますよね。生地のとこは固まってきましたね。そうですすごい。でちょっとこうやって固まってるところはちょっと、はい、そうするとほら見て、こういうちょっと水筒みたいな、あ、水筒、そう、ちょっと端がピロピロした水筒みたいなものがいっぱい中できてるんですね。でこのなんか中に入ってる、はい、小麦粉も余さずこの鍋の中に入れてしまいます。これでとろみがですか。そうです、これがでとろみが出るっていう感じですね、まあ、ちょっとついててもしょうがないか、うん、このボウルを使って卵を溶きたいんですよね。あの洗い物ですか。ほら、そう、アウトドアだと洗い物、まあ、もちろん道具もなかなか持っていけないし、ね、洗い物もなるべく少なくしたいじゃないですか。いや、それはありますね。そう、水場遠かったりしますから、そう、行ったり来たりするのもすごい大変なの で、 で、ね、まあ、だから今日は本当にお鍋一つとボウル、はい、あとちっちゃなちょっとトマトカットする台みたいなのがあればそれで OK ということなんですけど、ガーダタンに火を通していくんですね。そうですね、ガーダタンに火を、今鍋の中どんな状態かちょっと説明していただいていいですか。ちょっとまだ沈んでますか。そうですよね、そう、沈んでるんです。最初のうちは沈んでるんですけど、うん、これがちょっとずつこう浮き上がって、火が入ると上がってくる。そう、ちょっとこうふわーっとこう浮き上がってくるので、うん、そこまで、そうですね、少し6、7分ぐらいですかね、煮込むような形になります。で小麦粉やっぱり火をしっかり通した方がいいですよね。なんか粉っぽいのがね。そうですよね、ほら餃子とかワンタンとか全部そうだけど、はい、ある程度ね、しっかり火が通ってた方が美味しいですしね。これしばらくちょっとね、はい、煮込んでいきたいと思います。
今井さんの、はい、あの一番新しいご本春秋館、春秋館、はい、すごい素敵な本で、あの写真もね、ものすごく、うん、あの美しい写真なんですけど、はい、私こう美味しそうなレシピばっかりなんだけど、はい、やっぱり一番なんかこうはって思ったのは野菜のレシピがすごく多いですよね、はい、そうですね、どうしてもなんか、はい、なんか季節感のイメージが中華って、うんまあ、あるんですけど、うん、やっぱりなんか薄いと思うので、確かに、ね、やっぱ日本ならではの、うんうんうん、日本のこの四季の食材が豊富なのを生かした、うんうん、ちょっと和と中華を取り入れたような一冊にしたかったので、うんうん、あちょっとミックスしてるんだ、そうですね、なのであの、うん、スープも鶏のスープ使うとこもありますし、うんうん、和風のお出汁を中華に使うとこもあったり、うんうん、こう日本人だからこそこう楽しんでいただけるような、うん、この一冊になってます ね、 お野菜も美味しいですし、私もちょうど3月にベジタブルという野菜の本を出して、やっぱりその旬がすごくね、はい、旬の野菜をただ茹でたりとか蒸したりとか、はい、今みたいにこうやってスープでちょっと煮込む、これだけで結構美味しいですよね、そうですね、もうあれこれしなくても、そう日本の人が作る野菜ですごい味が濃くて美味しい、はいまあ、特に最近甘かったり味が、ねはい、濃かったりするので、そうですね、さてと、そうちょっと今そんな話をしてる時ですね、ほらでももうこうやって浮いてきてますよね、こうやって浮いてきたら OK なんです、胡椒もちょっと入れて、そしてちょっとここで一回味を見ると、はい、一回ちょっとここでお味見ときましょう、卵も入れたら最後なので、はい、うん、ちょっと薄いな、まあ、ここで味の塩で調整ですか、ね、そうですね、塩で調整、塩と胡椒でちょっと調整します、はい、あの最後にごま油もちょっと入れるんですけど、はいまあ、塩味はここである程度調整していきましょう、ただあのスープなので、はい、あんまりこうしょっぱくしすぎない、うん、でさっきのようなその麻婆豆腐とかね、あの食べたりするし、ね、焼肉とかきっと食べたりすると思うので、少し薄めに作ってます、キャンプってやっぱり味の濃いものいっぱい食べますから、うん、そうなんですよね、こういうスープあると本当に助かりますね一回こうリセットするというか、そうそう、さっぱり、はい、さっぱり食べるみたいな感じでやっていきたいと思います、ちょっと待つかな、あのこれ粉にも塩も入れないので、ほんと小麦粉と、ね、あの水だけなので、このスープのベースで味を作っておきます、うん、さあもうこれで OK ですね、はいはい、で、卵を、はい、じゃあさっきのガーダタンを作ったそうボールで、ボールでここ大事ですね、そうここ大、まあ、大事というか大事ポイントじゃないですか、そう新しいものがあればいいんですけど、なくても大丈夫っていうことですね、レシピに書いてみます、新しいボールは出さない出さない、はい、ね、それでこうほら、うん、あのとろみもさっき全部あの麺になりきらなかった粉がありましたよね、はい、あれあの粉がちゃんとスープにちょうどいい感じのこうとろみをつけてくれるんですよ、具も一緒にできてとろみもこう1回で2つ、そう1回で、そう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 、ね、今日はなんか2 in 1みたいな話ですかね、さあじゃあこれで最後、はい、卵は細く、はい、そうですね、細くちょっとずつ垂らしていきます、なんかねちょっとずつぐるーっと回しながら入れるといいですね、ふわっとねしますよね、こんな感じですね、とろみがやっぱり入ってると、はい、ふわっとこうね卵が、中華屋さんの卵スープですね、そうちょっととろみがついてるというか、そうでこれで、あすごい、はい、これで火を止めて完成です、でですねちょっと今水につけといたんですけど、はい、あのこのように青ネギよくこうパパッと散らして、はいいいんですけど、今日はちょっとパクチーがありましたので、もう中華っぽい、そうそうそう、爽やかのあったので、ね、ちょっとパクチーを使いましょうかね、はい、パクチーももうあのハサミとかでこうやってあもうザクザクとザクザクとこうやって、いいですね、切って入れて、パクチー苦手な方はおネギでも、そうですね、もちろんもちろん、はい、やっぱせっかくだからパクチーがいいですね、そうそう、こんな感じで爽やかな、あすごい緑が、最後にごま油を回し入れて完成です。さらに香りとコクが。はい。もうね、あの辛いのがお好きな方はもちろんラー油を使ったりとか、はいいいね、そうさっきのあの今井さんの麻婆、ね、を使ったラー油なんかもめちゃくちゃ合うと思います。トマトもねいい感じになってますよね。少し。はい。あ美味しそう。もう中華屋さんのやつですね。そう中華屋さんのやつよ。もう出てくるやつです。あのいつも食べてる。そう。今日器今井さんが持って。来てくださった器と私の器が結構マッチしてて、色合いがね、この青と白の、そうなんですよ、中華っぽい、はい、さあ完成です、
さあ、じゃあ今度は私が作ったトマトと卵の中華風スイートンスープを今井さんに召し上がっていただきます。はい、どうぞ。いただきます。はい、ちょっとこうね、ここにあの香りがいいですよ。美味しい。このまたいいですね、この麻婆みたいにちょっと辛い後にこのスープ最高ですね。そう、今日は麻婆ね、麻婆との組み合わせとしては最高でしたね。とろみがちょっとまた片栗粉のとろみとは違うとろみなんですよね。優しい。うん、優しいでしょ。しみる大丈夫ですか、お味の方は。最高です。嬉しいです。なんかとにかく優しいスープっていう感じがしますよね。優しいんですけど、やっぱりその旨味、トマトの旨味もそのスープの旨味もね、たっぷり入ってます。卵も入ってますから、卵の香りもしますし、はい、あとやっぱり小麦粉の旨味そのものもやっぱり溶け出してるから、そう、このガーダタンになってない、そのそのなんですかね、粉のところが溶け出して、それがやっぱ旨味とコクになってますね。そうなんですよね。うん、だから意外とシンプルなんだけど、うん、意外ちゃんと旨味がしっかりしてるというか、でちょっとガーダタンなんかラフなんですよね。スイートンすごいちょっといびつ、そうそう、ね、なのでそう、これはなんかまたこう面白くて、うん、食べててそんなにこうなんていうの、飽きないというか、いろんな形のそのガーダタンが、はい、ガーダがその口の中に入ってくるというか、はい、ちょっと大きいのがあったり小さいのがあってもいいし、うん、あのさっき混ぜててそのなんか まとまらないようにっていうふうにちょっと言ったんですけれども、うん、もし仮にまとまっちゃったら、うん、手でちぎって普通のスイートンみたいにポトンポトンって落としていけばいいわけだから、まあ、本当にあのラフにやってもらえればいいかなと思います。ザザザ、ね、はい、粉あってちょっと塊があって、うん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 、ちょっと大きくなったところはもちもちっていう習慣になりますよね。はい、アウトドアにもとってもぴったりなんですけど、あのアウトドアだけじゃなくて、例えばお家で風の時とか ね、 あ、いいですね、そういう時にも体が温まってすごくいいんですよ。で、まあ、キャンプとか行くと、はい、あの結構冷えたり急に冷えたりすることもあるし、山ですもんね。そうそう、朝寒いですもんね。そう、朝朝ごはんにこれいいですね。すごくいいんですよ。お腹にもたまって、多分腹持ちいいから、うん、こうずっとこう、そう、ずっとあったかい、お腹があったかいままでいられるみたいなね、のがあります。でさっきあの作る最初の材料のあたりで紹介したんですけど、何入れてもよくって、うん、ちょっと鶏のこま切れ入れたっていいし、はい、あとキノコとか入れるともっと旨味が増してきますよね。あとこう上にトッピングするものもなんかパクチーにしてみたりネギにしてみたり、あのそれこそなんか夏だったらみょうがとかしてみたりとか、薬味系もそうそう、いろんな自由に作っていただけるかなと思ってます。あのちょっと話変わりますけど、はい、今井さん料理で失敗しちゃったこととか結構ありますか？ありますよ。普通に塩と砂糖間違っちゃった、はい、塩と砂糖間違えそれはすごい。でもその一件があってから、ね、はい、あの塩を焼き塩にしました、ね、はい、焼き塩に、あ、サラサラに手で掴んでね、分かり、そういうの意外と大事ですよね。そうですね、はい、私は砂糖をちょっと 色のついた砂糖にして、ね、パッと見て意外とあります。こっち甘なんかしょっぱいと思ってたら甘かったり、はい、その反対もあったり、はい、ね、まあ、それも込みでね、失敗も込みで、はい、そうですよ ね、 ね、そうそう、本当にあの失敗もあの楽しみというか、う、料理の楽しさでもあるっていうか、その時はちょっとあーってなるんだけど、その時に一緒に食べてくれる誰かがいれば、ね、あ、なんか失敗しちゃったねって笑い飛ばして後からまた振り返るって、あの時あんな失敗したねっていうのはもういつまでもネタとして話せるので、はい、あのいいんじゃないかなと思います。はい、でまあ、そうやってちょっと失敗しがちな人が得意じゃない人でもなんか挑戦しやすそう な、はい、なんか料理でおすすめするものって何かありますか？やっぱりまあ、お料理人生で、ね、うん、おご家庭でやっぱ一番作るものってやっぱ炒め物とかだと思うので、炒め物をこう美味しくできるといいかなと思いますね。うん、とはいえこうなんか材料ちょっとずついっぱいお店みたいに入れるのは難しいので、うん、もうお肉と野菜1個ぐらいに絞って、うんうんうん、例えば初心者の方だと火の通りやすいと、うん、豚肉とキャベツだけ、キャベツもうそれで十分なので、うん、他のもの何にも入れない、うん、でも味付けもじゃあお醤油とお酒だけとか、あ、はい、それだけでちゃんとない、そう、それだけで、うん、もうそれもじゃあ合わせておく、うん、そうすれば味付けも1回ですので、うん、味がぶれる心配もない、うん、野菜炒めのコツって、今井さん野菜炒めの本も出されてるんですよね。はい、これはもうあります。野菜炒めは炒めないんです。炒めないごめんなさい、炒め物なんですけど、はい、それはその心は、その心は、はい、皆さんやっぱりね何も考えずにこう、うん、ガガガガガってやっちゃうんですよ、うん、これがダメで、こうやってねもうちょっとまんべんなく炒めようと思って、なんか何も考えずに、ね、とりあえず触っちゃうんですけど、実はそれ触っちゃうとお肉にこう焼き色がつく時間も短、うん、ね、なかなか時間かかっちゃうし、野菜も
ね、無駄に時間かかってクタッとしちゃうんで、もうお肉はもう時々触る焼くぐらい、うん、はい、でキャベツ入れたらもうさっと、はい、もう火が入っちゃいますからすぐ、うん、はい、もうさっと入って調味料もポイント入れるポイントなので、うん、上から冷たい調味料かけちゃうと、うん、お肉と野菜冷えちゃうので、うんうんうん、それがまた温まる時に今度お水がバーッと出てくる、はい、なので調味料は開けてそのフライパンに直接ジュワッと熱くします、はいはい、熱いタレ熱い食材を和えます、はい、あ和えるんです。フライパンで温めた調味料とそのもうフライパンに入ってるお野菜をさっと和えるみたいな、ね、炒めずに最後はもう和え物ぐらいでさっさポンって盛ると食卓に行く頃にはちょうどいい火の通り具合にこうなってるという、あってことは炒めずに焼いて和える、はいはい、っていうぐらいの心持ちでやると、うん、野菜炒めはもう2割3割ぐらいさらに美味しい。すごい、もうそれ聞いただけでもちょっと成功しそうですもんね。特別な調味料いらないです、はい、もう全てはタイミングだけですね、はい、いや、いいこと聞きました、うん、ぜひ私もちょっと今夜キャベツ炒めやってみようかな、はい、すぐに、はい、さあ今井さん今日アウトドアの料理いかがでしたか。楽しかったですね。楽しかった、楽しかったですよね。自然いいですね。いつもやっぱりお家に、ね、うん、我々こもってこうする仕事なので、うんうん、外でお料理楽しいですね、うん、開放感もあるし、開放感がもうそれこそ今井さんちょっとおっしゃってたけど油はねとか気にしなくていいとか意外とそういうことって大事ですよね。香りもね、はい、そうそう、広がってなんかあの毎回これアウトドア企画の時に言ってるんですけど、五感がすごくやっぱり研ぎ澄まされる感じがするので、こうなんか味見とかしててもすごくいろんなものが感じられるっていう気がしますね。さて前編では今井さんの麻婆豆腐、後編では私のトマトと卵の中華風水豚スープを作りました。今井さん前編後編と、はい、通してお届けしてきましたがいかがでしたか。ちょっと感想を。もうとても楽しく外でのびのびと大自然を感じながらお料理ができてそうですね、よかったですね、はいはい、今日なんか天気もね、まあまあちょっと今最後の方少し悪くなっちゃいましたけど、ね、まあ大体ね、もうそれもアウトドアの醍醐味ですから、はい、 それも込みで楽しんで、うんうん、いただけたらと思います。場所もとても良かったしね。すごいですね、もう顔も綺麗で、うん、とてもぜひこれからね、うん、アウトドア中華、はいはい、広めていきたいですね。あ、ぜひぜひそしてもうカレーだばっかりじゃなくて、はい、今日はもうとにかくお料理が、はい、今井さんのお料理が本当に素晴らしかったので、いやもうスープも大変美味しく、はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます、さあ今回ご紹介したレシピはアイスモのサイトに写真付きで詳しく、載っていますので、ぜひ皆さんも作ってみてください。美味しいスープを食べて今日も一日元気でお過ごしください。有賀薫でした。